この F900 っていうのは今年我々が世界に向けて発信するエコドライブ GPS 衛星電波時計の新しい最新の製品です。この中には我々が培ってきた技術の粋、その全てが詰まっていると言って間違いないというふうに思っています。創業以来独自の信念を掲げ、最先端の技術とチャレンジ精神で世界トップクラスのテクノロジーを持つ日本の企業がある。世界が注目する日本の時計製造メーカー、それがシチズンだ。2015年10月に発表された最新モデル、エコドライブサテライトウェーブ F900。 シチズンの先進性の象徴とも言われているこのモデル、その秘密に迫る。まず世界最速です。世界で一番速い、上空2万キロから人工衛星から時刻情報を取ります。世界最速3秒で取ります。位置情報については30秒で情報を取ります。そういう機能的なスピード感っていうところもあるんですけれども、針の動きですね、高速ツインコイルモーターってなります。そのことによって、地震噴震が、晴天逆転極めてスピーディーな動きを見せてくれます。そして世界最安です。13.1 ミリという薄いケースに包まれています。この F900 というのは、GPS 衛星電波を取るだけではなくて、クロノグラフですとかデュアルタイムですとか、いわゆる、多くの時計の機能も入っているんですけれども、それをこれだけ薄いケースに包んだということ、これ我々としての大きな技術的な達成です。デザイン面でも、スピード重視したということです。シャープで、光が走るというですかね、このエッジの切れ方だとか、その辺に我々としての思いが込めていると。そしてこれはスーパーチタニウムという我々の外装技術も、これもまた一つの粋なんですけれども、それによって包まれています。スーパーチタニウム、それはシチズンが腕時計の素材として世界でどこよりも早くチタニウムに注目し研究に取り組んで生み出したテクノロジーだ。チタンっていう素材は1960年代ですかね、宇宙開発競争が非常に盛んだった時代に注目を集めた素材です。チタンというのはご存知のようにとても軽い、肌に優しい、そして錆びないというのは大きな特性を持っています。それに我々はデュラテクトという我々自身の先進的なコーティングの技術ですね、それをつけることによって硬いという特性を加えました。通常のステンレススティールのケースの5倍の硬さを持っています。といったところで我々はユーザビリティ、インターフェース、お客様とのインターフェース、それをいつも念頭に置いて開発を進めているんですけれども、また一つ大きな価値を付け加えたかなというふうに考えています。シチズンは部品から完成時計まで全て自社で完結することができる世界で数少ないマニファクチュールである。ムーブメントを作るという、一つの大きな工程があります。それらも全部部品として作り上げまして、部品が全部集結されまして、ほぼ手組みという工程で作ります。熟練した方が、正しくものを作る、それからそのことによって付加価値をつけるというような組み方をして、腕時計としての完成にするというのが大きな流れになりますね。私は、2年前に、信州匠の称号をいただきました。針をつけたりとか、ここはちょっと手の感触でないとダメとか、これ以上力を使っちゃいけないような作業をする場合は最終的には人の手だと思っております。何が最先端ですかと言われると、これもう人間の手先ですね。本当に手作業で組む部分も最先端ですし、それから機械が精度よく繰り返しハイスピードで働くと、でこれも実は人間の手先が、きちんと、機械そのものの安定稼働を裏で支えていると。人と機械の調和こそがマニファクチュールであるシチズンのものづくりを支えている。その現場では最先端のテクノロジーを生み出すために日々挑戦を繰り返しているのだ。光と時、シチズンがバーゼルワールドで伝えたかったこと、それは創業以来変わらない姿勢で積み重ねてきた経験と技術、そして豊かな未来の実現へ向けた自信と誇りである。我々は時計作りの歴史の中で、数多くの世界初っていったことをチャレンジしてきて、それを達成してきました。時計の未来を切り開くこと、そして我々のお客様である世界中の市民、そういった人々たちの生活に新しいバリューを加えるようなことを、やっていくんだというふうに思っています。シーズンしかやっていない、世界にはたくさんの時計のブランドがありますけれども、我々しかやっていないというふうに自信していますし、そこに我々の存在感があるというふうに思っています。歩みを止めない信念の鼓動はこれからも世界に響き続ける。